川口薫氏は日本のバドミントン選手、奈良県出身、右利き、元日本代表、小学5年生の時、地元の高田クラブでバドミントンを始める。1993年、市場縄手学園中学校では全国中学校バドミントン大会で男子シングルス3位。1996年、比栄材高等学校ではインターハイで男子シングルス。 男子ダブルスともに3位。高校卒業後は NTT 関西に就職する。1998年、全日本総合バドミントン選手権大会で男子シングルス3位。2003年、NTT 東日本に移籍。2005年、全日本社会人バドミントン選手権大会で男子ダブルス準優勝。A グレード大会のペルー国際では男子ダブルスで優勝。 南パンアムクラシックでは男子シングルスで優勝した。2007年全日本総合バドミントン選手権大会で男子ダブルス優勝。2008年にはトマスハイ日本代表に選出されグループリーグ1試合に出場し勝利した。ショートサービスバドミントンマガジン第26巻第6号ベースボールマガジン社東京都2005年6月20日。 81ページ、2014年6月22日、閲覧。第25回世界男子バドミントン選手権大会、及び、第22回世界女子バドミントン選手権大会、日本バドミントン協会、2014年6月22日閲覧。家族の肖像、川口香織氏、バドミントンマガジン第29巻第1号、ベースボールマガジン社、東京都、 2008年1月20日40から43ページ2014年6月22日閲覧 NTT 東日本日本バドミントン協会2014年6月22日閲覧ありがとうございます